マリア・テレサ・デ・ボルボン・パルマは、ブルボン・パルマ家の一員で、スペイン王室の文家の一員だった人物。カルリスタ運動を支持した、君主主義者でありながら社会主義活動家でもあり、赤いプリンセスの異名で呼ばれることとなった。スペイン王室から二度除籍されたが、2020年3月現在の、スペイン国王である、フェリペ6世の宴席にあたる。死去時の日本での報道では、 マリア・テレサ王女などと呼ばれているが、旧パルマ公国の皇女であって、スペイン王女ではない。マリア・テレサは1933年7月28日にパリで生まれた。父は、ハビエル・デ・ボルボン・パルマ、母は、マドレーヌ・ド・ブルボン・ビュッセ。フランスのアリエケン・ウェッソンにあるコボス城で育った。トゥールの中学校に通った後、 パリ大学第4大学でヒスパニック研究の博士号を取得し、マドリード・コンプルテンス大学で政治社会学の博士号を取得した。彼女は両方の大学の教授だった。1977年にソルボンヌ大学で発表した論文のタイトルは、ラクラリフィケーション・イデオロジカ・デル・カルリスモ・コンテンパラネオだった。イスラム教についても研究し、 イスラム教と女性の権利の関係を研究した。彼女は社会主義活動家であり、女性の権利のために戦った。1997年のインタビューで、自身はキリスト教徒であると述べたが、格差を作ろうとした移民に対するキリスト教の態度を批判した。1960年代と1970年代、マリア・テレサは、 スペインのカルリスタ等をより自由主義的にするための闘争において、兄カルロスウゴを支援し、家族のカルリスタ主義におけるイデオロギーの転換を支持した。出自と視点が多くの人を引きつけたことで、彼女はアンドレ・マルロー、フランソワ・ミッテラン、ヤーセル・アラファーと、ウゴ・チャベスと交流を持ち、赤いプリンセスのスペイン語タイトルとして使用された。1981年、マリア・テレサは、 国王令により、スペイン国籍を取得した。公式の国の広報は、利害関係者の要請で、例外的な状況に応じて、そして、彼女がスペインと非常に密接に関連している家計に、属していることに応じて与えられたと述べた。2020年3月26日に、コビットナインティーンのためパリで86歳で死去し、コビットナインティーンで亡くなった。 世界初の王室メンバーとなった。翌27日にマドリードで追悼式が行われた。生涯見込んであり、子供もいなかった。ありがとうございます。